最近カリたちお昼にライブ配信してるんだけどね、ライブ配信中盤にさ、お着替えタイムってのがあるんだよ。それが結構大変でさ、猫らしく喋らないようにするのはもちろんで、お洋服がずれないようにじっとしなきゃいけないんだよ。チャイちゃんはどう思ってるのかな。せめてチャイちゃんと会話ができたらいいのにな。ピピピピピピピ、こちらカリン、チャイちゃん応答せよ。ピピ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 。ああ、休んでる時にテレパシー来た。テレパシー切断ピー。なんでチャイちゃん、テレパシー切られた。もう一回発信しよう。テレパシー発信ピー。おかけになったテレパシーは現在使われておりません。ガーン、着信拒否された。ピピ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 。あれ、チャイちゃんからだ。カチャ。なに、かりんちゃん。いや、ライブ配信も始まったからさ、喋、れないからテレパシー送ったんだよ。いや、喋らないで休んでればいいでしょ。いや、声出して喋ったらダメな時って逆に喋りたくなるじゃん。あー、はいはい、もう用事ないなら切るよね。ちょっと待って、ちゃいちゃん。なに、今日のお着替えどう思う？気に入ってはいない。だよね。なんかちゃい、ゴスロリ系みたい。40-50代でゴスロリはきついよね。はあ、え、あ、ごめん。チャイちゃんのゴスロリ系はとてもキュートだけど、チャイちゃんにはもっと似合うお洋服があるよね。だよね。チャイちゃんのゴスロリ系はとてもキュートだけど、チャイちゃんならもっと似合うお洋服があるよね。そうなの。チャイは何を着ても似合うの。でもこれじゃないの。あ、キャッチテレパシー入ってからちょっと失礼いちます。キャッチ入ってないでしょ。ああ、はい、すみません。嘘は良くないよね。ところでカリンちゃんは何のお洋服を着てるんだよね。ピエロ。ちょっと今笑った？いや、笑ってないよね。あー、ごめん、カリの勘違いだったよ。うん、カリが言いたいのはね、うん、ピエロの格好をしていると、あの猫ちゃんピエロの格好をしてるから玉乗りとかジャグリングとかするんじゃないかなって思われてしまうんじゃないかと思うんだよ。でもカリはさ、玉乗りもジャグリングも何もできない。だからそう期待してくれたたくさんの人たちの気持ちを失望させてしまうんじゃないかって、それをカリは心配しているんだよ。で、おーい、もうチャイちゃん、いびきはテレパシーで送らないでおくれよ。